皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。高橋文智です、今回は、仮面ライダーセイバーの21回目のですね、今回の感想でございます。今回の感想でございます。まあ、21回目が仲間になって、人が、仲間になるのかなぁ、どうなのかなぁ、っていう感じでした。ヨネシさんから言ったのは、仮面ライダーの作品の中で一番見てないと。ギルドとかも見てないけど、その次ぐらいだと思う。見たり見なかったりしてますので。あれですけど、批判しちゃいけないの分かってる。作風は面白いなっていう部分もあるので、どう転んでも面白いです。どう転ぶか分かんない。ちょっといい感じ、修正していくのが。うっぴしさんから言う、特撮の人が見て、っていうような感じですね。まあ、そんな感じで終わりたいと思います。これでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。さようなら。